でも何緊張してる。そうよね、緊張するよね。キラキラチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、キラキラチャンネルです。今日はあるところに来ております。これからゆうな撮影です。ミルキッズクラブさんに遊びに来てます。ただいま撮影中です。というわけで今日はこちら、せーの、じゃあ着替えて。じゃあゆうなは今ご飯を選んでおります。美味しい美味しいご飯を選びましょう。今日は食べる企画です。ね、お楽しみにしといてください皆さん。お菓子もゆうな後でいただきましょう。でもこれからいっぱい待って、きのこの山、あ、ゆうなの好きなのがあった。皆さんはたけのこの里派ですか、それともきのこ派ですか。私はきのこ派です。ゆうなはきのこ派、おかあもきのこ派。でもね、いるんだよ、たけのこ派もいっぱいいるんだよ。うちはね、きのこのチョコレートスポッて食べてで、全部チョコ食べたらあんってやそうね、お母さんも昔はそうだったね。よく耳を澄ませてごらん。なんかが聞こえるよ。なんかカエルの音が聞こえるみたい。準備終わります。はい。ね、ゆうな、今日夕飯じゃなくてお昼。お昼にお願いしたのはミネストローネです。二人前と、とフライドポテトです。はい、お母さんは。なんだっけこれ、こんなロコナロモコロ、んロコモロ、惜しい、コロモコロ、惜しい、コロモコはい、ロコモコ頼みました。じゃあいただきます、しましょう。はい、せーの、ぐちゃん、いただきます。はい、ここに入ってる、嬉しいね。じゃあお母さんいただきます。ロコモコ、ロコモコ、味は美味しい。あ、ついか。あ、でも家のよりはトマトっぽい、すごい。あ、トマトが強いんだ。ちょっとトマト強い。でもいける。トマト強い方があまり。うん、別にこっちでもいけるよ。本当。でもどっちかと言うと家の方が好きで。なんか安い方が好きなの。ここら辺はセレブさんが多いそうで、ここの撮影場の部屋はすっごく広いです。あやって堂々と撮影ができる部屋が欲しいね。うん、私たちの部屋はすっごく狭くって、見ている小学生のみんなへ、なんかないの？これはうちのは何だろうね、ちょっとトマト控えめ。家で食べてスーパーのやつ。はい、個人的にスーパーの方が好きよ。カゴメのスープだね。違う、メーカー名だよ。メン、え、ツタンカーメン、ね、メーカー名、ツタンカーメンを知ってることでかいがいいのか。え、だって動物の森でツタンカーメンの冠、あ、ツタンカーメンの被り物あるんだ。あ、そうなんだ。うん、うん、で、後半の撮影に向けて食べます。今日はキラキラチャンネルキラリユーのゆうなちゃんが遊びに来てくれました。じゃあ挨拶お願いします。皆さん
では今日ゆうなちゃんにはですねこれで遊んでもらいます。オッケー。ちょっとセリフだけまず言ってみますね。ああ遊んだらお腹すいたなーってこのカメラに言ってもらっていい？ではせーの。じゃあお着替えしましょう。ちょっと締めてみます。ピコピコよ。あ、いいね。よ、あ、どっちだ。もう一回行きます。3、2、1。もうちょっとこっちから行くね。やっぱりハンバーガーの方向ですか。行きます。上手にできた。ちょっと食べてみよう。あ、これゆうなちゃんが作ったの。概要欄に私のチャンネルも書いてあるので是非見てください。是非見てください。せーの、バイバイ。また見てね。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。 Thank you for watching. Please subscribe. じゃあね、また見てね。バイバイ。おしまい。おしまいです。はい、ありがとう。あ、そう、ゆうなさんがもっと入れたいです。多分、一気飲みすんでお部屋暑かったからね。蒸し暑い。そうだね、食べ物作ったからね。じゃあ、いただきます。はい、どうぞ。休憩ですよ。じゃあお着替えしましょう。はい。あ、今日はどうでしたか？楽しかったです。また来たい？うん。本当に？周りのお兄さんお姉さんたちはどうでしたか？優しかった。よかったね。で、ミルキーズクラブさんではまだまだ遊びに来てもらえるお友達を募集してるので来てくださいっていうことです。はい、来てね。みんな来てね。楽しいよ。じゃあね、また見てね。バイバイ。バイバイ。よくできました。結構な時間やったよね。うん、お昼も全然いける。午前中からやって、うん、お昼も食べて休憩して今ちょっと午後になって、すごい美味しい。今日はもう2本取りました。両方とも食べ物でした。はい。満腹満腹。満腹です。満足。この動画の詳しくはミルキッズクラブさんのチャンネルで、はい、まあいつか放送されるので、うん、ぜひ皆さんミルキッズクラブさんに遊びに行ってチャンネル登録してみてください。はい。最初はちょっと緊張するけど、なんかだんだん慣れてきた。そうだね。周りのね、お兄さんお姉さん優しかったからね。うん、和ましてもらって。うん、はい、今日はこれで撮影おしまいです。はい。お疲れ様でした。バイバイ。うん、いつ行くの？行けるの？待ってが今度お話ししますので。え、やだ。明日来る。また遊んでください。一週間に一回行きたい。すごいな、それも。いや、いい。また今度ね。そんぐらい楽しかったそうです。